Thank you.
いやー、 DJ& リュータンとユーチさん、ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、とっても心地よいサウンドでしたね。幻想的でしたね。はい、さあそれでは少しお話を伺いたいと思います。はい、こちらの方。ゆうたさんは髪の毛の色がとても素敵にね、はい、変化されましたね。はい、素敵な髪型です。どうぞ。はい、ありがとうございました。はい、はい、さあ今回ですね、お話を伺いたいんですが、昨年、ゴールドコンサートのグランプリを、受賞されましたけれども、何かその後変化はありましたでしょうか。そうですね、ありがたいことに先年、グランプリを獲得させていただきまして、一番喜んでいただいたのがですね、鳥取県さんなんですね。我々の出身であるその鳥取県さんなんですけれども、っていうのがですね、今その鳥取県知事である平井知事がですね、2020年に向けて、オリンピックパラリンピックに向けて、そのアートプロジェクトを全国で展開しようと、それのですね、一番最初 の、 その、まあ、情報というか、まあ、記者会見が行われたのが2015年でですね、それと全然関係ないところから我々が鳥取県からこちらに出させていただいて、グランプリを取ったものですから、県庁の方がすごく喜んでいただいて、で、まあ、ぜひ一緒にということで、ずっと県庁さんとも今プロジェクトを一緒にさせていただいているというか、それが一番大きな違いかもしれないですね。素晴らしいですね。それではゆうたさん、一言会場の方にメッセージお願いします。これからも日本全国のみならず海外にも僕たちの音楽を発信できたらいいなと思いますので、応援こうこうよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。DJ ユータ&ユーイチさんでした。皆様もう一度大きな拍手をよろしくお願いします。今後の活動がますます楽しみですね。はい、楽しみですね。ありがとうございました。ありがとうございます。